男性の眼差しは映画や写真など視覚芸術の分析、批評に使われる概念の一つで映画の中で女性が男性の欲望対象として描かれるといった視覚メディアがはらむ権力構造に注目した表現。1970年代にフェミニズム思想の交流と共に構想され、現在では英語圏を中心に映画理論やジェンダー研究、 ポストコロニアル理論など広い範囲で用いられる基本概念となっている。人間の眼差しが決して透明で中立的なものではなく、見る側、見られる側の力関係に強く影響され、しかも双方のアイデンティティ形成にも深く関わっていることは、ジャックラカンを中心として精神分析の分野で1960年代から議論が開始されていた。これを映画研究の分野で、 さらに発展させたのが、イギリスの映画研究者、ローラ・マルビが1975年に発表した論文、視覚的快楽と物語映画である。この論文で、マルビは、映画という文化が、いかに深く、男性の眼差しに拘束されているかを論じ、フェミニスト批評の枠を超えて、世界の映画、映像研究に極めて大きな影響を及ぼすこととなった。 雑誌のピンナップ写真やストリップショー、そして大勢の若い女が肌を大きく露出させた衣装で歌や踊りを披露するレビューに至るまで男性の消費者が女性を眺めて楽しむための仕組みは西洋社会に数多く存在するが、丸美によれば、とりわけ映画は男が女を見つめる構造を深く抱え込みながら成立している。丸美は次のように述べる。精査をめぐる。 不均衡が存在する世界においては、見ることの快楽は、能動的イコール男性、受動的イコール女性という構図に分割されている。物事を決定する力を持つ男性の眼差しが、自らのファンタジーを女性に投影し、女性の姿はそのファンタジーに沿って形成されるのである。女性は、伝統的に露出症的な役割を担わされており、見られると同時に陳列されている。 そこでは女性の外観は強いエロティックな視覚的インパクトを与えるべく高度化され見られるという位置づけツービールックのアットネスを与えられているのだ。つまり拡張性に基づく男女間の不均衡が存在する社会では映画などの視覚芸術もそうした関係を反映して男性のための女を眺めるための装置になっている。そしてそこで描かれる女性像は その装置にうまく収まるように成形されてしまっているという指摘である。マルビはこうした考え方をラカンの眼差し論やスコポフィリアに関するフロイトの精神分析理論に基づいて着想し、それがアメリカのハリウッド映画に先鋭的に現れていると考えた。映画モロッコのマレーネディ・トリッヒ。ローラ・マルビはハリウッド映画に登場する女性像が 男性の眼差しに合わせて造形されていると論じた。さらに丸ビは、ヒッチコックの作品を題材に、映画の撮影技法だけでなく物語構造自体も、そうした男女間の不均衡な関係を反映して、設計されていると主張した。例えば、ヒッチコック、めまいのような映画が常に男性を主人公とし、その主人公が行動することで、 物語が展開する構造を持っているのは、その登場人物に男性の観客の視線を受け止めさせるためである。丸ビの表現では、男性の観客が主人公に同一化するとき、彼は自分の視線をスクリーン上の代理人である自分に似た人物の視線に投影する。つまり、男性の観客は登場人物に自らを同一化し、 その登場人物の視点で物語世界の中を動き回る。このプロセスを通じて男性の観客は物語に登場する女性の登場人物へのエロティックな欲望を満足させると同時に物語を支配しているという深い善能感を得ることができる。そしてマルビによると古典的なハリウッド映画はこのような構造を持つことで 男性の観客へ極めて強い視覚的快楽を与えることに成功している。映画という形態が多くの人々を捉え社会的に重要な役割を果たしているのはこのためである。そして男が見る、女は見られるという構造は現実社会の過不調性に深く根ざしているためにその構造を組み込んでいる映画という文化も伝統的な過不調性を補強する装置として 機能している。さらに、女性の観客も、そのような構造の映画を見ることによって、拡張性の伝統を再生産する役割を担う、ことになる。マルビは、そのように主張した。マルビの論文は、書出時で13ページの理論的なスケッチに過ぎなかった。しかし、映画の研究を政治批評に接続したり、また、フェミニスト思想に基づいた、文化批評を書いたりすることが、 このようにすれば可能だと道筋を示したことでフェミニスト批評を推し進めようとしていた当時の批評家、研究者から大きな注目を集めることとなった。さらに、ここでマルビが示した映画の研究が観客の研究でもあり得るというアイデア、そして精神分析的手法を映像分析に応用するという着想は以後数多くの新しい研究を生み出していく。 ティツヤーノ、ウルビーノのビーナス。女性の裸体を好んで描いてきた西洋絵画の歴史に対しても男性の眼差し論に基づく新しい読解が行われた。このような丸火の映画分析は当然他の様々な映像、図像の分析にも応用することができる。例えば、ティツヤーノ、ウルビーノのビーナスやゴーギャンが描いたタヒチの女性像といった 美術史上の重要作品を男性の眼差しという新たな視点から検討するような手法である。そのため丸美の議論は映画研究の枠を大きく超えて美術史や社会学など異分野からも広く参照されるようになった。さらに丸美の論文は実際に映画を作る監督たちにとってもハリウッド流の表現手法に抗うためのカウンターシネマカウンターシネマを推進する。 理論的支柱となった。論文発表と同年に公開された、シャンタル・アケルマンの映画、ブリュッセル1080、コメルスカ・ハンドーリ23番地、ジャンヌ・ディエルマンは、フェミニスト映画の記念碑的作品とみなされてしばしば、マルビと並べて論じられるほか、マルビ自身も実作者として、180度ルールやディープフォーカスなど、古典的ハリウッド映画の表現手法を拒否する。 作品を制作している。一方で1980年代以降、丸美に対する批判を通じて、男性の眼差し論をさらに展開させる動きも現れるようになった。まず現れたのは、丸美が観客の具体的な容として、欧米の中産階級に属する白人しか想定していないという批判である。映画、紳士は金髪がお好きの雑誌広告。 古典的ハリウッド映画は男性の眼差し論に豊富な題材を提供した。アメリカの映画研究者、ジェーン・ゲインズは論文、白人の特権と眼差しの関係において映画の中の女性へ観客が向ける、眼差しの中にも人種に応じたヒエラルキーが存在することを鋭くつき、男性の眼差しといっても黒人男性の観客が スクリーン上の白人女性に対して向ける視線は白人男性のそれとは根本的に異なると指摘した。実際にアメリカ社会では人種ごとに上映感を区別する観光が長く行われており、例えばヒッチコックめまいの公開当時黒人は白人と席を並べて同じ映画を見ることはできなかった。そうした観客内部の差や権力関係を 丸美は無視しているという批判である。同様の批判はさらに黒人女性の観客に注目するベルフックスからも行われた。また、カナダの研究者コリン・クランパーは丸美が単一の普遍的制度のように扱っている拡張性という概念も実際には歴史的に細かく変遷しており、国、文化ごとにその意味は大きく異なると批判した。 さらにクランパーは映画の快楽の中には非支配の立場に女性観客が自らを同一化するマゾヒスティックな快楽が潜んでいることを丸美は見落としているとも指摘している。ミランダ・シャーウィンはこの点をさらに発展させ危険なジョージや氷の微笑といった作品においては男性の眼差しは丸美が考えたようなサディスティックな支配の欲望だけではなく 死虐的な快感をも含み込んでおり、男性のアイデンティティも一枚岩ではないと論じた。さらに現在の映画研究で大きな影響力を持つようになったクヤリ理論の視点からも、マルビの議論はエロティックな欲望を抱く観客に異性愛者のみを想定しているとして、まなざし論の修正が求められるようになったほか、マルビが受動的と断じた女性観客の役割についても、ファン雑誌や 同人誌の調査をもとにアメリカの女性の映画ファンが積極的な映画読解を行っていたことが報告されるようになった。このように男性の眼差し論は丸美の議論の評価と批判を手がかりに現在でも様々な方向で更新が模索されている。丸美自身は現在に至るまで自らの立場を大きく修正していないが批判に応える形で発表された論考では 拡張性的な枠組みにとらわれない新しい女性の観客が登場し、それによって新しい映画が現れることへの期待感を語っている。メディア研究者のブレンダ・クーパーは映画テルマ・ルイーズを取り上げ、この作品が拡張性を嘲笑して男性の欲望的な視線を解体する新しいフェミニスト作品だと論じているが、ここにも同様の期待感が現れている。 映画という文化が持つ男が女を眺めるという構造は監督やプロデューサー、カメラマンなど映画制作に関わる人々の大半が男性であることで制度的に支えられていると考えられてきた。ベルリン国際映画祭に登壇した俳優のジュリア・ガーナーとキティ・グリーン監督。二人が撮った映画、ジ・アシスタントは男性の眼差しを意図的に排している。 しかし目ウ運動が世界的に脚光を浴びると男性変調の制作環境を改めようという動きが加速し始め男性の眼差し論はこの文脈で再注目されることになった。制作現場ではまず映画関連団体によって映画の制作現場が圧倒的に男性に偏っていることを示すデータが相次いで分析、公開され続いて カンヌ国際映画祭など主要な映画祭、映画団体が女性監督の作品上映を後押しすることを宣言した。また撮影現場でキスやセックスなど俳優同士が触れ合うシーンを撮影する際、俳優の体が不必要にカメラにさらされないよう、監督らと俳優の意向を調整するインティマシーコーディネーターと呼ばれる職分が新たに設けられ、 ハリウッドの俳優組合がその利用を奨励するようになった。撮影手法では、これまでのハリウッド映画で女性の登場人物を撮影する際に行われてきた観光の見直しも行われるようになったほか、キャラクター設定でも女性を力のない弱い存在として描くことを意図的に退りける試みが始まった。リズ・ガーバス監督、ロスト・ガールズやキャシー・アン監督、 ハーレー・クイーンの華麗なる覚醒バーズ・オブ・プレイなどがそうした新しい手法を取り入れた作品とされる。特に目と運動の大きなきっかけとなったワインスタイン事件を題材に撮る映画ジ・アシスタントはアメリカに残る男性主導の企業文化を一貫して女性アシスタントの視点から描いてみせた。キティ・グリーン監督は主人公の女性の容姿や体を不必要に眺め回す。 ショットを避け、彼女と同僚の女性たちが見つめるように撮ることを目指したと説明しており、男性の眼差しを退りける作品と評されている。ありがとうございます。